皆様こんばんは。本日はガイタメ .com のオンラインセミナー生中継だよ米雇用統計にご参加いただきましてありがとうございます。セミナー開始に先立ちましてガイタメ .com からのお知らせです。ガイタメ .com では第29回バーチャル FX を実施中です。バーチャル FX は本物さながらの取引ツールを使って FX をバーチャル体験できるサービスです。仮想資産500万円を約3ヶ月の期間中にいくら増やせるかを競い、優勝賞金は30万円、さらに500位までの入賞者全員に商品をプレゼントいたします。無料でエントリーできるのでこの機会にぜひご利用ください。続きまして、ありがとう平成ようこそ令和キャンペーンのご案内です。エントリーフォームよりエントリーおよび米雇用統計結果を予想され、かつ対象取引期間中に10万通貨以上新規注文のお取引をされたお客様の中から抽選で100名様に万葉集が当たります。エントリーの締め切りは本日の21時25分、もう間もなくとなりますので、皆様のエントリーをお待ちしております。キャンペーンの詳細はガイタメ .com ホームページでご確認ください。それでは大変お待たせいたしました。生中継だよ米雇用統計スタートです。皆様こんばんは、佐藤真理恵です。ガイタメ .com 総研より生中継だよ米雇用統計をお届けしてまいります。さあ、ゴールデンウィーク10連休の真っ只中ですね。皆様いかがお過ごしでしょうか。新しい元号にもなりましたしね、新しい時代もいい時代になりますようにお祈りしながら、気分も新たに頑張ってまいりましょう。今晩もどうぞよろしくお願いいたします。さて、当番組では毎回アメリカの雇用統計について前回のおさらい、そして今回の見どころなどを交えながら、発表時のポイントなどを皆様と一緒に確認してまいります。さらに皆様からのご質問にもできる限りお答えしていきたいと思います。ご質問があります方は画面右側の質問タブをクリックして、どんどんお気軽にご入力ください。ご質問される方は YouTube ライブへログインして、右下のチャット欄へお気軽にご入力ください。またニコニコ生放送でご参加の方は、ログイン後にチャットへ記載していただいて、チャットへ記載ということで、お気軽にご入力ください。2つのチャットをチェックしてまいりますので、YouTube ライブ、ニコニコ生放送でご視聴の方、ぜひチャットへログインの上コメント欄をご利用ください。解説はおなじみガイタメ .com 総研の神田調査部長です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。もうゴールデンウィークもいよいよ、はい、そろそろ終盤という形ですね。そうですね、令和初の、はい、楽しみですよね。どうなるんでしょうか、楽しみですね。はい、そして本日はですね、番組初登場、元インターバンクディーラーで現在は DZH フィナンシャルリサーチ常務執行役員、そして為替情報部長としてご活躍中の和田仁さんが登場されます。雇用統計の見通し、そして直近のマーケットトピックについてもたっぷりとお話をいただきたいと思います。そしてオンラインアンケート質問コーナーを挟みまして、雇用統計発表後には神田さんの内緒話、そして和田さんの相場見通しなどを伺う予定です。番組の最後にはアンケートにご回答いただいた方に抽選で Amazon ギフト券をプレゼントしますので、どうぞ最後までお楽しみになさってください。それではいつものように前回の米雇用統計とドル円相場について振り返ってまいりましょう。こちらをご覧ください。前回はですね、失業率 3.8%、 非農業部門雇用者数が19万6000人増、そして平均時給が前月比プラス 0.1%、 前年比プラス 3.2% という結果になりました。神田さん、今回、市場予想値、こちらどのようにご覧になっていますか。はい、はい、まあ4月5日に発表された、はい、アメリカの3月雇用統計ということなんですけれども、はいはい、まあ、非農業部門雇用者数は、まあ、ご覧の通り、予想をやや上回るという結果になりました。はい、一方で、その平均時給の方がちょっと伸びが、鈍かったと、うん、こういう評価でしたよね。はい、それで、まあ、ドル円相場、4月5日のドル円の30分足なんですけれども、はい、まずこういう時発表直後にちょっとドル売りが入りました。うん、111円の6
110銭からまあ50銭台に若干10銭ぐらい円高、はい、ドル安円高方向へ、触れたんですが、うん、やはりその雇用者数が、予想を上回ったっていうこともあって、まあその後はドルが買われる111円80銭台まで、買われるという動きでしたが、はい、まあそれでもね、動きは全体的に鈍くて、雇用統計でも30銭ぐらいしか動かなかったと、うん、こういうことでしたよね、はい、まあ、雇用者数の部分に関しては、うん、あの予想を若干上回ったんですが、はい、まあ、こういう点が大きかった。その前の月ですね、この2月の青い棒グラフ非常に少なかった、まあ、2月はもう3万3000人しか増えてなかったんですが、はい、まあ、その反動もあって、19万6000人増に増えたことで、まあ、やれやれと、うん、こういう感じの動きだったのではないかと思います。ただまあこの発表を受けてもですね、はい、アメリカのその長期金利は若干低下しているとこういうような状況でしたし、一方でそのアメリカ株は小幅に上昇するという形でしたから、うん、まあ、あまりこう今回のこの3月の雇用統計というのはマーケット全体にあまりこう大きな影響を及ぼさなかった、うん、こんな雇用統計だったのかなというふうに思います、はい、2月の大きな落ち込みから回復した割にはあまり動かなかったという感じで、うん、ね、まあ、やれやれとい こう、はい、安堵感みたいなものが先に出たっていう感じだったんじゃないでしょうかね、はい、では今回の資料装置をご案内する前に、先行指標を確認しておきましょう。先行指標はどのようになっていますでしょうか。はい、はい、こんな格好ですね、うん、まあ、ISM の非製造業景況指数が今晩雇用統計の後に発表になりますので、はい、まだこちらは発表になってないんですが、21時ですかね、23時、はいはい、まあ、今まで発表になっている4月分のアメリカの雇用関連の指標をちょっとまとめてみたんですが、はい、ISM の製造業景況指数のうちの雇用指数、こちらはちょっと大幅に低下してしまいました。ただこれ以外は全て良好という格好なんですね、はい、あの新規失業保険の申請件数なんかは、うん、あの今回の雇用統計4月分の雇用統計調査した週のものはもう19万3000件ということですから、はい、これもうほぼ50年ぶりの、こうあの低水準、はい、良好な結果だったという、はい、まあ、4週平均、週ごとのこの失業保険申請件数を4週平均に直したものもですね、うん、4月は20万1500件ですから、うん、3月から見ると2万件近く減少しているというような状況です、はい、うん、まあまあ、アメリカの雇用環境は2月3月若干弱かったようにも思えるんですが、4月に入ってまた持ち直しているように見えます、うん、でまたそれをこう後押しするというかですね、はい、まあ、確認するように ADP の全国雇用者数は4月分27万5000人、はい、非常に大幅な増加を記録しています、うん、まあ、そういうこともあって若干今回の雇用統計には期待できそうというムードだと思うんですが、はい、うん、まあ、その割にはね、これからご紹介するちょっとこの、はい、今回の予想値、そうですね、はい、うん、今回の市場予想値をご確認いただきましょう。こちらのようになっています、はい、失業率が 3.8% と変わらず、非農業部門雇用者数が19万人増、ちょっと控えめな感じがしますね、はい、そうですね、うん、ADP があれだけ良かっただけに、うん、 その数字から見るとちょっと物足りないような気はしますけれども、はいはい、そして平均時給が前月比プラス 0.3%、前年比がプラス 3.3% ということで、はい、まあ、焦点というかね、はい、注目度が高いその平均時給に関しては、うん、また再び伸びがこう加速するという予想になってます。前月比で 0.3% 増、うん、前年比で 3.3% 増ですが、はい、まあ、まあ力強く、賃金は伸びていくというふうに見られると思います、うん、はい、でですね、さっき見ていただいたこの雇用者数のグラフなんですけども、はい、やっぱりその19万人増、やや控えめな予想というのはここが大きいのかなと思いますよね、うん、2月がやっぱりかなり弱めでしたから、3月は戻りました、はい、じゃあ4月にこのまま本当に戻るのかどうか、ちょっと不安が残っている、うん、そしてこの3ヶ月平均の雇用者数を見るとやっぱり18万人増ですから、はい、まあ、この前後に落ち着くのではないかという見方が強いということだと思いますよね、うん、はい、
というわけでどうなるんでしょうか、期待しながら見守りたいと思います。はい、ではですね、本日ご参加の皆様にアンケートを行ってまいりたいと思います。画面のボタンをクリックしてお答えください。YouTube ライブニコニコ生放送でご参加の方はすみません、結果のみのご紹介となります。では1問目です。今トレードするならドル円を買いますか売りますかという質問です。ドルロング買い、ドルショート売り、そして様子見のいずれかを選択してください。結果が出てまいりました。買うという方が 43%、 売るという方が 15%、 そして様子見の方が 38% ということで、買うという方が若干多いですね。うん、そうですね。はい、まあ、今ね見ていただいたように、ちょっと雇用、アメリカの雇用情勢から見る限り雇用統計は良さそうなので、うん、まあ、買った方が分があるのかなというお考えなんでしょうかね。うん、はい。では2問目の質問です。今日の雇用統計は予想よりもいいと思いますか悪いと思いますかという質問です。いいか悪いかまちまちかでお答えください。予想は先ほど見ていただいたように、はい、非農業部門雇用者数が19万人増で失業率が 3.8%、はい、平均時給が前月比 0.3% 増の前年比が 3.3% 増ですね。はい、はいはい。それよりもいいという方は、うん、47%、悪いという方が 12% で、まちまちという方が 34% いらっしゃいますので、うん、いいという方が多いです ね。まあ、先ほどのドル買いっていうのと合わせて、ね、はい、まあ、今日ご参加いただいている方々はちょっと強気な方が多いかなという感じはしますね。はい、そうですね。はい、では3問目の質問です。5月末のドル円相場は現在よりもどうなると思いますか、上昇下落横ばいのいずれかでお答えください。5月末のドル円相場です。うん、わあ、ちょっと割れましたか ね、まあ、ね1ヶ月前にね、はい、同じ質問した時も割れたんですけど、はいはい、そうですね、結果的にはほぼ横ばいという感じですね。アンケートの結果をご紹介させていただきますと、上昇という方が 34%、 下落という方が 36%、 横ばいという方が 25% ということで、今回も綺麗に割れております。ね、なかなか見通しがはっきりしないという感じになりますよね。はい、そうですね。はい、では最後の質問です。4問目です。令和元年気分を新たに頑張りたいことは何ですか。ざっくりしました。はい、FX トレード、または私生活の充実、または仕事の充実の3択でお願いします。はい、FX トレードの方が 57% いらっしゃいますね。で、私生活の充実が 29%、 仕事の充実が 9% ですね。はい、全部ね頑張りたいなと思いますけれども、ね、はい、ぜひ全部頑張ってそうですね。ね、はい、皆様ご回答ありがとうございました。番組の開始前にもご案内させていただいたんですけれども、雇用統計の結果を予想してエントリーするようこそ令和キャンペーンの締め切りが間近になってまいりました。内容の詳細は、今チャットに表示されています URL のリンクから、またガイトメ .com ホームページのキャンペーンから確認いただきたいと思います。キャンペーンは今ご紹介した、数字に対、非農業部門雇用者数が今回予想値185,000人、4月の失業率が今回予想値 3.8% ということで、キャンペーンは今ご紹介した数字に対しまして、数字が大きいか小さいかを予想するものです。先ほど解説しました、今日時点の市場予想値とはちょっとずれているんですけれども、これはキャンペーン開始時の予想から変更していないためです。というわけで、アンケート、オンラインアンケートの予想などを加味しながらぜひエントリーしていただきたいと思います。また見事当選の方には令和の出典ともいわれる万葉集をプレゼントさせていただきます。はい、皆様ぜひ、頑張っていただきたいと思います。というわけで、指標発表までもう20分を切ってしまいましたね。ここでですね、ゲストの和田さんにご登場いただきたいと思います。皆様大変お待たせいたしました。和田仁さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。和田さんはですね、元インターバンクディーラーで、現在は DZH フィナンシャルリサーチ常務執行役員、そして為替情報部長としても、多方面で活躍されております。
というわけでいろいろとですね伺っていきたいと思うんですが、はい、まずはですね今回の雇用統計の、注目点はどういったところにありますでしょうか。今神田さんもお話ししてましたように、はい、やっぱり平均時給でしょうね、うんうん、あの先月はちょっとですから、はい、やっぱりマーケットとしては実はそんなにみんな注目してないんですよ変な話なんですけども、はいはい、もう FOMC も終わってしまいましたし、はい、基本的にその何か今日の結果を受けて金融政策が変わるだとか、うんはい、マーケットが大きく動くっていうふうにみんな思ってないと、うんまあ、だからこそ月1のビッグイベントであるんですけども、通常に比べると少し注目度は少ないかなと。うん、ただやはり10年債の利回りですとか、はい、長期金利の動向を見る上ではどうしてもインフレの方に注目が集まりますから、うん、やはり平均時給ですね、はい、そちらの方に一番フォーカスが当たるんじゃないかなというふうに思います。なるほど、まあ、あと今回はまあゴールデンウィーク真っ只中ということで、まあ、中にはですねまたフラッシュクラッシュのようなことが起きるんじゃないかって心配していらっしゃる方もいると思うんですけども、 そうですね、そのあたりはいかがですか。特に週明け非常にこう、はい、心配していた人たちが多かったと思うんですけれども、はいはい、基本的には何もなくてですね、うん、結局10銭とか20銭しか動かなかったという状況ついてるんですね、うんはい、でフラッシュクラッシュというのは要するに、ま、何もオーダーがない状況で起きたということが一番の要因ですから、はい、もうやはりマーケットその1回ああいうそのフラッシュクラッシュを経験しましたから、うん、もう世界中のですねドル円の買いオーダー売りオーダーがもう市場に上下ガチガチに入今入ってるんですよ。うん、ですからそういうことは基本的には起こらない、はい、これだけマーケットのボラティティが低い状況だと、まあ、フラッシュクラッシュってまず起きない。そうですね、よほど何か例えばトランプ大統領が暗殺されたとかですね、はいはい、何かそのとんでもないことが起きない限りはないんじゃないかな、はい、というふうに思ってますけど、ね、はい。まあ、あといろいろとね昨今の話題で注目されているのが米中貿易協議ですよね、はい、そのあたりの影響というのはどのように考えていらっしゃいますでしょうか。昨日少し新聞報道等もあって、うんはい、実は行き詰まってるんじゃないかっていうですね、うん、中国紙の方から、まあ、ウォールストリートジャーナルも少し出たみたいですけども、はい、そういう話があって少しマーケットは動いた感じありましたけれども、うんはい、まあ、この話題もマーケット自身ちょっと飽きてきちゃったというか、はい、それで何かやってやろうというような気にはなってないですね。だからなんだかんだ言いながら基本的には何らかの合意はあると。ただ、うん、当初予定していたような完全な合意には ならないかもしれないなっていうぐらいですかね。そんなような状況。じゃああまりそのマーケットへの影響は限定的ということですか。よほどもう喧嘩別れしてしまうとか、うん、もう首脳会談なくなってしまうとかですね、うん、そういうことにならない限りは、はい、そう今特に今年に入ってリスクオフに対する反応すごく鈍くなってきてますから、そういう意味ではあまりですね大きな動きにはならないんじゃないかなと思ってます。ちょっとね、はい、米中の関係に関してはちょっと報道のこうされ方が変わってきたというかですね、発言内容がこう反対側になってきてるような感じがするんですよね。つまり以前はアメリカが中国とんでもないけしからんっていう感じで、合意なんてとんでもないっていうのがアメリカ、昔はアメリカがそういうふうに言っていて、うん、中国側はなんとかしましょうよっていう姿勢だったのが、このところ逆転して昨日もね、中国はどうもまだまだ合意、行き詰まってるっていうのもですし、うん、一方でトランプさんはうまくいくだろうっていうような発言が出てきて、うん、自分でツイート言ってましたね。そうですね、はいはい、ちょっとこう、ね、立場が以前とは変わってきたなと、はい、どちらかというと、まあ、なんとかしたいっていう思いはですね、うん、多分あると思う。アメリカの方がなんとなくこう早く合意に持っていきたいっていう感じが見えるようになってきた、ね、そうですね、まあ、日米の方も急いでる感じが、はい、日米もまだやってないので、はい、日米も実は、ね、やらなきゃいけないし、はい、早く片付けたいっていうのは思いがあるかもしれないですね。なるほど、いろいろ問題は山積みですけれども、はいはい、まあ、先日あと FOMC が行われて、うん、パウエルさんは利下げするような要因は見当たらないとおっしゃっていましたけれども、トランプさんは 1% の利下げを要求ということでそのあたりどうなってるんでしょうか。まあ、ずっとトランプ大統領ですね、はい、パウエルけしからんけしからんってずっと言い続けてるんですよ、はいはい、なんで別に言われたところで、うん、それを聞くような人じゃないので、うん、マーケットとしてそれほど気にはしてないですね。ただ、マーケット自身がもう今年の利下げを相当こう先走って織り込んできちゃってますので、それをなんとか利下げほどはするほど考えてないよっていうことは
常にやっぱり言ってますよね。だ 昨日なんかもやっぱりそういうことをきちんと言っているというところだと思います、はい、年内の利下げ確率が6割を超えるぐらいのところまで行ってましたから、はい、ちょっとそのただ FMC は、ね、あの一言も言ってないんですよ、はい、利下げすると言ってないんです、はい、まあ、ちょっと後であのお話しようと思ってますけど、ただ、はい、IOER というですね、うん、超過準備預金金利は実はそうです、ね、今回ですね引き下げていて、うん、非常に難しい問題なんですけども、ちょっとそういう動きはあることは確かですね、うん、はい、なんか利上げを再開する見通しっていうのはないんですかね。利上げはもうしばらくやらない、しばらくはない、はい、ということで、ただ利下げもやらない、はい、だからペーシェントっていう言葉を使ってるんですけども、はい、とにかく辛抱強く辛抱強く、うん、やっていきますよ、うん、だからその今のままでやっていって、で今実は問題になっているのは FF 金利が今 2.25 から 2.5 というレンジに定めているんですけども、はい、そこのレンジの中できちんと動くようにするにはどうすればいいかっていうことの方に実は今フォーカスが立っているんですね。だからあの IOER の引き下げなんかも実はその一つ の、はい、あの利下げというか金利の引き下げにはつながっているんですけどね、うん、そのトランプさんの発言はそのドル円の動きにはどのぐらい影響しそうでしょうか、うん、あんまり、はい、あまりあの直接日米首脳会談だと、はい、円は安すぎると、うん、けしからんって言わない限りは大丈夫だと思います、はい、あ、なるほど、はい、まあ、マーケットはね、そのアメリカの FRB はもう多分世界で一番その独立性が強い中央銀行だっていうことを理解していると思いますので、うん、はい、まあ、トランプ大統領は何か言ってもです、はい、また何か言ってるよぐらいにしか多分受け止めないんだと思いますあの最初は反応したんですけど、はい、もう何回も何回も言ってるんで、はい、やっぱりマーケットって面白いもので、はい、最初はびっくりして反応するんですけども、うん、もう毎回同じことを言ってると、はい、もう反応しなくなるんですよ。オオカミ少年のお話と同じです。あ、また言ってるわっていう、はい、感じはやっぱりトルコの大統領とトルコ中銀の関係とはちょっと違いますね。あ、そうですね。なるほど、はい、あ、そうですね。同じようなことは言ってるんですけど、トルコの大統領は本当にやってしまうんで、はい、影響力が、はい、まあ、あとですね、気になるのがブレグジットですね。なかなかあの進展が見えないのですけれども、はい、うん、このあたりはどうご覧になっていますか。ブレグジットマーケットもこちらももう慣れてきちゃった感じがありますね。感動産休という感じです。あ、なるほど、しばらくも勝手にやっててくださいっていう感じですね、はいはい、ポンド円への影響もありますよね。ポンド結局もう乱高下 しすぎてしまって、はい、ちょっと手を出してないんじゃないですかね。マーケット私の知り合いももうポンドのポジション持ってないですし、はい、それよりも例えばオージーだとかキウイだとか、はいはい、逆にユーロだとか、はい、そっちの方がフォーカスされやすいんじゃないかなと思います。だから新たな動きが出ない限りはちょっとかなという気はしてますけど、昨日ですかね、地方選挙があって、はい、ちょっと保守党が負けてしまったんで、ね、労働党両方とも議席減らしそうだっていう内容で、はい、若干ポンドが売られてるようですけどね、うん、まあ、そんな大きな動きにはなってないっていう感じですね、うん。またあの フレックステンションという新しいワードが出てきまして、うん、柔軟な延長ということなんですけれどもなんか次から次へこと出てくるので、はい、なんか追いつくのに必死になってしまうんですけれども、はい、あの先ほどいただいた質問の中で、あのユーロとポンドの方向性が全く見えないんですが、今後6月までどのような動きになるでしょうかという質問をいただいているんですけど、ユーロはまだずっとレンジの中で下抜けたと思って戻って、はいはい、下抜けたと思って戻って、うん、もう3回か4回やってるんですよ、うん、はい、で今回の戻りが実は全然戻ってないんですね。抜けたと思って売ってまた買わなきゃいけないって買ったんですけども、はい、全然戻らなくてまた今日も結構下げてきちゃってるんで、実基本的にはドル高方向だと思います。あの今度こそユーロも下抜けるんじゃないかなというふうには私は思ってますけど、ね、うん、あの5月の22日までにはなんとか決着をつけたいというふうにメイさんは考えているようですけれども、 いつも、はい、いつものすごいですけどもうブレグジットそのものが10月31日まで延長になっちゃってますんで、はい、確かに5月22日までにそのイギリス議会で合意できれば、はい、あの早期の離脱、あの、ね、合意あり離脱っていうのもあるんですけども、はい、多分イギリス議会はそんなことは考えてないと思いますね。まあ、それはちょっと難しいかなと思います。要するに選挙、欧州選挙に 出なきゃいけないんですよ、はい、ね、でイギリスはお金を払いたくないので、あの新しい欧州議会に議員を出してしまうと、うん、やっぱオブリゲーションというかその義務が
あるんですね、はい、多額の教室金を出さなきゃいけない、うん、おそらくそこの選挙もね労働党保守党も負ける、ね、保守党は特に負ける可能性が高いので、はい、名産卸しがまたでもやっぱりそこを出さないといけないということになっちゃうと、うん、もうなし崩し的に例えば多分10月まではということになっちゃう可能性の方が高いと思います、うん、なるほど、はい、わかりました、ではあの質問をご紹介させていただきます。今年はセルインメイでの株価下落や円高はあるでしょうかというご質問をいただいているんですが、どうでしょう5月の見通し、まあいろいろね、私はこの前の111.05で終わってるかなと思ってますので、はい、5月は1日の、はい、下がらないと思ってます、はい、あそうですか、はい、なんといっても令和の新しい時代ですので、はいはい、なんかこうご祝儀相場みたいなものは期待してよろしい感じですか、うん、すごく日本中で私も休み中感じてるんですけども、はい、あの5月1日2日の、ね、あの日本中、うん、みんな外に出かけて、うん、こう明るい気持ちになっちゃってるじゃないですか、はい、それは何でかっていうとやっぱりこう高揚感というか、うん、で天皇陛下が崩御されて悲しんで次の年になったんじゃなくて、はい、ちゃんと生存していて、うん、すごくポジティブな意味で新しい年になってるの、はい、でまあ、マーケットは休みなんですけども休み中何かあったら大変だっていう危惧はありましたけれども、うん、やっぱり5月1日2日の高速道路の渋滞が予測の3倍4倍っていう渋滞なんですね、はい、それっていうのはやっぱりこう人間の心理として何か新しいことをやろうとか、うんうん、何か外に出ていこうとか、はい、多分そういう今日本中がそういう気持ちになっていると思うんですね、はい、だからそういう意味ではそのマーケットのセンチメント的にはやはり新しく令和の年に来週から、まあ、記念休が明けて、はい、新しい年になって例えば、うん、経済活動ももしかしたら上向くだろうとか、はい、株が上がるだろうとか、うん、そういうセンチメント的にはそのセルインメイというような今までのそういうそのアノマリみたいなことにはならない、うん、とは思ってます。なるほど、新しくこうトレードに参加される方も増えるかもしれないですよね。多く出てくると思いますよ、はいはい、そうするとかなり5月は期待できそうな相場だということですね。特別にいいですけどね、はい、うん、そういうその市場の市場というか、はい、あの日本中のセンチメントがいい状況が続くんじゃないかなというふうに思います。なるほど、少なくとも5月は、はいはいはい、まあ、そして、ね、ここに来て、まあ、今回の雇用統計ということで、うん、まあ、ここで、ね、またいい数字が出たりするとマーケットにいい影響が、ね、出ますもんね。そうですね、はい、まあ、それで、まあ、金利が上がっていけば多分、うん、ドルが買えるような状況にはなると思いますけどね、はい、ただドル円に関してはあの大段上下こんだけギシギシなので、うん、はい、そんなに良くないんじゃないかなと思ったんですけど、ね、 あと今回はその23時に ISM が発表ということで、それも気をつけないといけないと思います。その ISM も見ながらトレードするっていう方が多いかもしれないですよね。よくあの時間的な時期的な、はい、あの問題で、はい、数ヶ月に1回こういうことありますよね、はい、あのもうその前に出ちゃってる時もあるんですけども、はい、今回は非製造業指数が残っていて、うん、で例えばじゃあ雇用統計が良くてドルが買われましたと、はい、でも ISM がすごく悪かったりすると、うん、逆に買ってた人が投げたりして終わっちゃうんですよ、はい、だから結局11時や12時とかの動きまで見てから取引を終えないといけないっていう、うん、ちょっとその9時半で勝ったなと思わない方がいいかもしれないですね、はい、ちょっとこう様子見をされてからトレードされる方が多いという、要するに逆の方向の数字が出た時の方が反応すると思う、はい、うん、今日はですね、やっぱこの ISM の後もですね、はい、あの FRB のクラリダ副議長とか、うん、ウィリアムズさんとか、ウィリアムズは重要ですね、ボーマンさんとかですね、実はこれあの、大学 その経済研究所主催の、うん、パネルディスカッションみたいなものにも参加されるらしいんですね、うん、で金融政策に関する発言が多分続くと思われますんで、うん、これもちょっとこう一応マークしておいた方がいいですね。そうですね、そうですね、要人発言が目白押しですね。 FMC の直後なので、はい、そういう意味ではあの重要じゃないかなと思います、うん、そうですね、はい、今後のトレードを見極める上でもチェックしておいた方がよろしいですよね、うん、はい、というわけで発表時間が刻一刻と近づいてまいりました。インターネットを使った映像配信を行っていますので、受講されている皆様は少し時間が遅れて映像配信されます。発表結果を受けた為替変動につきましては、ぜひ皆様のパソコン、スマホのレート、そしてチャートでご確認いただきたいと思います。
では直前になりますが、事前予想のおさらいをしておきましょう。こちらをご覧ください。失業率が 3.8%、 非農業部門雇用者数が19万人増、平均時給が前月比プラス 0.3%、 前年比がプラス 3.3% ということで、ADP に比べると非農業部門雇用者数が、ちょっと味気ない数字なのかなとは思いますけれども、でも2月の落ち込みから比べるとかなりいい数字ということで、今回も期待できそうですよね。マーケットのムードはそうですね、はい、雇用統計ばっかりはね、出てみないとわからない面がかなり多い。ただこの19万よりはちょっとはいいんじゃないかなっていうマーケットのなんかバイアスっていうのはありますよね、はい、それは感じますね、はい、でもちょっと海外と話をしたんですけど、はい、普通にいいんじゃないのっていう見方ですけどね、だからどうしようっていうふうにみんな思ってないんで、はい、そういう意味では良くて当たり前っていうような状況じゃないかなと思いますけどね。なるほど、はい、ではそろそろカウントダウンに移っていきたいと思います、ね、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。はい、非農業部門雇用者数は26万3000人増です。失業率は 3.6% に低下しています。すごいですね。平均時給は若干伸びが鈍いです。前月比が 0.2% 増、前年比が 3.2% 増と、労働参加率が 62.8% に下がっていますね。不完全雇用率 U6 の失業率は 7.3%、 前月と変わらずという結果です。悪くはないと思いますけど、ね、そうですね。平均受給も前月分が修正されてますので、そうです、 0.1 から 0.2 修正されてます、ね、そうですね、はい、それから考えると、はい、0.3 っていうのが、ね、はい、整合性が取れると思います。かなりいい数字になりましたね。かなりとは言わないですけど、おおむね良好と言っていいんでしょうね、はい、ドル円は相変わらず鈍いですね、さっき和田さんがおっしゃったように、やっぱり10銭ぐらいしか多分動いてない。そうですね、66ぐらいですか、そうですね、はい、やっぱりちょっといろいろ様子を見てからトレードに参加されるという方が多いのでしょうかね。ちょっとこの後金利次第だと思いますけどね、はい、金利もこれだと2.57 まで。そうですね。で今に、でも、1ベースですね。ちょっと 2.5 がかなり底堅くなってきたのが確かなんで、アメリカの金利が下がらなければ大丈夫だと思ってますけど、はい、どうでしょう、この結果をご覧になってどのように受け止めていらっしゃいますか。普通に強い。普通に強い、基本的には下がったところをドルを買うっていうスタンスでいいんじゃないかなと思ってますけど、今おっしゃったようにやっぱり下がったところはドルは買うけれども追っかけてはそういう感じなんですよね。例えば今ゴールデンウィーク中なんで、はい、日本人のオーダーがすごいあるんですよ、ね、だから例えば上も追っかけて買っても、日本人の輸出企業の売りでがいっぱいあるので、ガツンときて結局我慢しなきゃいけないっていうことになっちゃうんですよ。だから最終的に上がるかもしれないですけど、そこ追っかけて買わないでちょっと下がったところを拾っていかないと、ずっとこうずっと持ってなきゃいけないとか、寝れずにずっと起きなきゃいけないというような状態になりますよね。このあとね、いろいろイベントもありますので、そのあたり様子を見ながらっていう方も多いのかもしれないですね。ちょっと寂しいですけど、はい、ね、初期反応は、でも、はい、15銭ほどドル買いっていうところでしょうか。15銭で すごく動いたと思ってしまうところが怖いですけどね。やっぱ慣れってありますよね。ちょっとこう下げていたユーロドル、対ユーロとかでもやっぱりドル買いは限定的なんですね、やっぱり。ドルも一瞬が下がってますが大きくは下げきりませんし、ポンドなんかもね、ちょっとその選挙の結果で下げていたんですが、これも同じような展開ですね。一瞬ドル買いになりましたが、もうその後はほぼ元の水準に戻っていった。全般的に動きが小さいという感じですね。そうですね、はい、もうちょっと期待していたんですけれども、動きはちょっと
寂しい動きでしたね。まあ、ADP も26万とか7万とかありましたからね、はい、だからそんなにサプライズではない、はい、そうと思います。まあ、引き続き雇用は強いということで、うん、雇用はもうずっと強いままで、はい、例えば15万から20万ぐらいの間でずっとこうキープできるんであれば、はい、多分何の問題もないですし、失業率が 3.6 というのはかなりでもいいですね。うん、そうですね、はい。まあ、2月3月にね、さっきも見ていただいたようにちょっとこう雇用情勢も若干弱いかなっていう感じでアメリカ景気こう下振れ懸念みたいなものが出たんですけど、はい、やっぱりそこはやっぱりさすがアメリカっていう感じで、まあ、今回もね26万3000人増、やっぱりなかなかアメリカの雇用はそう簡単には悪化しないぞっていう感じがしますよね。悪くないと思ってますね、はい、そうですね、はい、わかりました。ではですね、ここで神田さんの内緒話のコーナーに移っていきたいと思います。はいはい、神田さん、はい、今回はどんなお話になりますか？まあ、今日はですね、はい、まあ、今この雇用統計もそうですけど、はい、特にこの4月に入って、為替相場全体がこうなかなか方向感が定まらない、はい、どの通貨も主要通貨はなかなかこう方向感が見えにくいという展開になっています。うん、そこでですね、金融情報会社のクイック、はい、ここが主催しています日本のその為替市場関係者へのアンケート、これね、あんまり皆さんご存じないと思うんですけど、実はクイックさんが毎月こうアンケート調査をして、うん、発表してるんですけども、はい、ここの結果をちょっとこう紹介しようと思います。はい、まあ、ちょうど新年度入りしたっていうこともありますんで、この4月の調査の分なんですけども、はい、2019年度、うん、最も上昇する通貨はどれでしょうというアンケート調査なんですね。うん、これに対して、まあ、ドルが 37% で一番多かったんですが、円も 35% で、まあ、ほぼ拮抗している、うん、まあ、ドルも円も両方強いよと、もういかにもドル円動かないよと言ってるような回答になってるんですねこれを見てしまうと、そうですね、今後その他はですね、主要通貨の中もユーロ 5% とかですね、はい、ポンドも 8% とか、もう5ドル 4% とか、もうみんな軒並み 10% 未満、はい、もうあんまり上がると思ってる人はほとんどいないという感じなんですね。で、まあ、当然これ上昇する通貨を聞いたんで、はい、今度は下落する通貨も同じ形で聞いてるんですが、はい、19年度、はい、2019年で一番下落しそうなのはやっぱりポンドだっていう答えなんですね。圧倒的にポンドが、そうですね、はい、で、まあ、円が下落しそうっていう人は非常に少ないと。うーん、でドルはこのところずっと強いんで、まあまあ 13% の人がそろそろドルが下落するんじゃないのというふうに見ている。はい、まあ、ポンドはね、さっきブレグジットの話もあって、もうマーケットこれ完全に慣れきっちゃったっていうのもあるんですけれども、うん、やっぱり先々を考えると、たとえブレグジットが、まあ、その合意ありの離脱になってもですね、うん、やっぱりもうそのイギリス経済への何らかの悪影響が出ることは避けられないだろうという見方がやっぱり強いようなんですよね。うん、まあ、実際にそのもう本社機能をね、はい、欧州域内フランクフルトとかアムステルダムにこう移す動きも出てますし、はい、うん、日本のホンダ自動車なんかはもう撤退するっていうことも表明してますから、はい、やっぱりなかなかその合意ありで離脱したからイギリス経済大丈夫ってわけにはなかなかいかないだろうと、こういう見方が反映されてるんじゃないかなと思います。うん、まあ、ね、今年さっきも冒頭にも言いましたけど、なかなかその主要通貨の間で強弱感が見えにくいのでですね、はい、まあ、こういうアンケート調査、まあ、いわゆる日本のプロの投資家の人たちのアンケート調査が、まあ、ご参考になればと思って今日はちょっとご紹介しました。うん、もし万が一、まあ、うまくいかなかったり中止になったりして、うんうん、しまった場合はまたシナリオというのは変わってきますよね。そうですね、何かね、予期していない出来事がそのブレグジットでも起きれば、まあ、見方は変わってくるとは思うんですけど、ブレグジットじゃなくなると買い戻されますけどね。うん、そうですね、はい、ただまあ買い戻しが入ってもそれが継続するかどうかっていうのはまた微妙な問題ですよね。ちょっと願望も結構入ってると思いますので、はい、落ちてほしいですね。確かに今度は やらかしてほしいなっていう、そういうのがありますよ。指示にもあったらいいと思いますよ、ね。そういう心理面もここに織り込んでいるということですね。マーケット参加者はどう思ったかっていうことですか、ね。はい、あ、なるほど。
分かりました。どうなるんでしょうかね、ブレグジット かなり気になりますけど、パリではもうあの特需が始まっているということで、うんうん、ね、どうね、報道がありましたよね、はいはい、気になるところではありますが、では続いてですね、ここで和田さんへ の為替相場見通しをですね伺っていきたいと思います、はい。まあ、先ほどもですねちらっとお話しいただいたんですけれども、改めて伺ってもよろしいでしょうか。はい、はい、あ、こちらでいいですか。はい、はい、ちょっと今日、ご用意したのは、はい、ですね、金融政策が、まあ、FOMC も終わったばかりですけども、はい、これから一番大事になってくると思うんですね、うん。まあ、当然金融政策というのは常に大事なんですけれども、はい、特に今年は金融政策を細かく見ていかなきゃいけないというふうに思っています。うん、はい、でちょっと1ページ目を見取ってもらいたいんですけれども、実は、はい、連休明けもう早速なんですけれども、7日に RBA オーストラリアの政策金利の発表があります。はい、うん、で実はこれですね、今までずっと声明文を変えてなかった RBA が、実は4月の2日の RBA で先月ですね、最後のこのここに書いてありますけど、最後のところだけ実はですね変えてるんですよ。うん、ずっと変えてなかったんです。はい、最後の段落を、はい、ですけれども4月の2日になって突然変えてきて、うん、これはもう意思の表れなんですね。だからマーケットの参加者はちょっとここ見逃した人たちもいたみたいなんですけども、はい、実はすごく声明文の変更っていうのは大事で、うん、常にやっぱり見ていかないといけない、はい、一文でも一言一句やっぱりその変化っていうのは、うん、その中央銀行からのメッセージであるっていうふうに思ってるので、うん、はい、そこのところなんですけど、ちょっとこう英語の原文のまま持ってきちゃったんですけども、一番上が今までのですね、はいはい、で4月2日がその下の段落で、ちょっとこうザーッと読んでもらうと分かると思うんですけれども、最後のところですね、 The board will continue to monitordevelopments and set monetary policy to support sustainable growth in the economy and achieve the inflation target over time、うん、この continue to monitor developments and set monetary policy というところなんですけども、はい、もうずっとこう動向を監視していって、うん、そして金融政策を決定していきます、うん、当たり前のことなんですけども、はい、実はその上のところにはそんなこと書いてないんですよ。お、一切書いてない、はい、で、結局これを入れたっていうことはもうやる準備をしてますよっていうことなんですよ。でそれを実は、まあ、証明するかのように4月16日に RBA の議事要旨が発表になったんですけれども、はい、この時に利下げが適切になるシナリオについて議論したっていうのが実は分かってるんですね、はい、でマーケットはやっぱり利下げを準備してるんだっていう話になって、うん、でじゃあどういうことになったら利下げをしますかって言ったら、インフレが低水準を維持し失業率が上がれば利下げが適切になる、こういうことを実はやっていましたよって言ったんですね、うん、で その2つの条件ありますよね。インフレが低水準を維持するというのが1つの条件で、はい、もう1つの条件が失業率が上がるということが条件、はい、でその後4月18日に3月のオーストラリアの雇用統計が実は出たんですけども、その時に失業率は 5%、 前月が 4.9% だったんで、これ上昇しますよね、うん、で新規雇用者数が 2.57 万人で、予想のこの括弧内の 1.2 万人は非常に強い数字だったんですけれども、失業率自身は上がっていると、うん、でインフレがじゃあどうなのかっていうと、4月24日に3月期のオーストラリアの消費者物価指数 CPI が出たんですけれども、こちらはなんと 0.0% だったんですよ。この括弧内の 0.2% というのは予想、はい、でも全然こうインフレがもうダメになってきちゃってますね、はい、でトリム平均というのは実はいろいろこういろんなものをこうの取り除いて核になるものという意味で、はい、ちょっとこのもっと正確なものなんですけども、トリム平均も実は 0.4% 予想のところの 0.3% だから、全て予想よりも悪い数字だったんですね、はい、だからRBA が4月に4月2日に話し合っていた利下げが適切になるシナリオっていうのが実はもうクリアしちゃってる。じゃあもういよいよ始まるということですか。そうです、はい、でじゃあ市場予想どうなってるかというと、市場予想実はですね、今日調べてきたんですけども、
まだ 1.5% の据え置きのままなんですね、うん、表向きは、はい、ですけども市場予想っていうのはいろんな銀行だとか金融機関がのアナリストがこう持ち寄ってるんですけども全部見てみました。そしたらフィフティフィフティなんですよ実は。ああそうなんですね、はい、利下げをするっていう人たちと、はい、そうじゃないっていう人たちがもうほとんど変わらない、うん、だからどっちかに転ぶ、うん、どっちに転んでもおかしくない、はい、っていう今状況ですね、うん、でもう一つ実は RBNZ あのニュージーランドの方なんですけども、はい、3月27日に声明文を出して、うん、オア総裁が見通しに対するリスクバランスは下方向に変わった、はい、次の金利動向は引き下げの可能性がより高いと言って、うん、今までは どっちもあり得るって言ってた人が急にこう言い始めたんですね、はい、で世界的に利下げ利下げっていう話になってるんですけども、うんうん、じゃあどういう状況かって言ったら 1,3 月期に、これ17日4月のこれ17日なんですけども4月の17日にニュージーランドの CPI が出て、うん、これも 0.3% 予想のところが 0.1%、うん、前年比も 1.7% 予想のところが 1.5% もうとにかく弱い、うん、でこれでもう次は翌日の8日に RBNZ があるんですけどもこれはもう市場予想もう 1.5% 利下げに予想がもう市場がもう傾いちゃってきてっていうような今状況です。なるほど。だからもう連休が明けてオセアニアのオーストラリアとニュージーランドがもしかするともう利下げを断行する可能性が出てきてましたよと、うん、でその特に RBA の声明文がやっぱり変えられていたっていうことが非常に重要で、その前からやっぱり準備をしておく必要があるんだと、うん、そういうことですね。そうですね、はい、注視しておかなければいけないですね。もうまさにあの連休明け初っ端から始まるということですね、はい、うんうんうん、であとは、まあ、非常に難しい問題なんですけれども、はい、この今後もですね、議論が非常にこう大きくなってくると思うんですけれども、はい、実は FOMC なんですね、うん、アメリカの金融政策、はい、で先ほどからも話題に出てますけれども政治的な圧力がある中で、うん、基本的には利下げをしようとは思ってないですね、うん、でそれはもう4月10日に出た3月のその一つ前のですね3月19、20日の FOMC の議事要旨が出てるんですけれども大半のメンバーは年内の政策金利維持を正当化すると、うん、で今年利下げが必要になると予想しているメンバーいないっていうふうに実はもう言われてるんですね。だから FOMC の内部では利下げはまだ議論されてない、はい、ただ気をつけなきゃならないのは非常に難しいんですけども今回行われた4月の FOMC 4月30日と5月1日行われたんですけれども、はい、その時に先ほどもちょっとお話したんですけれども超過準備預金金利っていう IOER っていう金利があるんですけどもこれを実は引き下げてます、はい、うん、民間銀行が FRB にお金を預けるときにつける金利の、うん、民間銀行が預けていてその預けなきゃいけない額よりも金額を上回った、上回った超過した分ですね、うんうん、はい、で実はそれが、うん、FF 金利の上限金利と実は今されてるんですね、はい、でちょっと難しくなるんですけども今 2.25 から2.5 っていうのが FF 金利の調整のレンジなんですけれども、うん、それを12月の利上げの時に 2.4 にしてるんですよ、うん、IOER という、はい、で実際ニューヨークフェドが、ニューヨーク連銀がそれを実際オペレーションやってるんですけれども2.25 から 2.5 っていう FF 金利が政策金利で決められても、うん、実際の FF 金利はその IOER の 2.4% までにとどめようっていう、うん、そういうのが実際の運用の金利なんですね、うん、だからマーケットではこの IOER よりも下に下げたいというのが調整の意味なんですけども、なるほど、その金利を引き下げてしまうの、はい、うん、で今までは例えば 2% 今 FF 金利の上限だけの話をしますけども上限が 2% から 2.25 2.25 から 2.5 っていうのに12月まで 0.25 ずつ上がってきましたけれども IOER も 0.25 ずつ上がってたんですね、うん、ですけれども12月に実は 0.25 を上げないで FF 金利は 0.25 を上げたんですけれどもこの IOER は 0.2 しか上げなかったんです。うーん、でみんなあれと思ったんですよ、はい、これトランプに文句言われたからかなって言ってたんですけど、はい、ちょっとこう変わってきてるんですよ。で今回1月から3月の間据え置きましたね、はい、うん、金利は据え置いてでも IOER もずっと 2.4 のままだったんですけども今回 IOER だけ
0.05% 引き下げて 2.35% してるんですね。じゃあ今年利下げが必要になると予想しているメンバーはいないということなんですが、まあ、これは利下げじゃないんですよ。で、はい、実はその、はい、短いところの金利を上げたくないっていう、はい、でなんでこういうことをしたかというと、はい、実は実際の FF 金利が3月の中旬から1ヶ月くらいずっと IOER の 2.4% を上回っていっちゃったんですね。実は 2.45 ぐらいまで急騰してしまって、うん、なんでその、 あの手前のFF 金利がずっと上がってるのかがちょっとよくわからないんですけども、うん、もしかするとアメリカの、 その、 あの景気が良くて、うん、その手前の資金がどうしてもこう必要になってきてるんじゃないかなというふうに私は思ってるんですけども、うん、その今までは利上げとともに IOER を上げて 0.25% ずつ同じように上げてきて12月に 0.2 にしようと。で今回は利上げはしないんだけどもIOER を FF 金利に上げてアジャストするんじゃなくて、うん、逆に下げてアジャストする。うーん、でその 2.45 まで上がってしまった FF 金利を引き下げたいんですよ。うーん、だからさっきもちょっとお話しましたけども、はい、今年は 2.25 から 2.5 っていう政策金利の中で実際の FF 金利をうまく動かせるようにしたいと。そのためには手前の短期の金利を下げないといけない、うん、だから結局超過準備のところにこう貯めてあるお金を FF 金利のマーケットの方に、うん、FF ファンドのマーケットの方にお金を銀行がこう多分移してくると思うんですね、うん、2.35 になっちゃってるから、うん、だから移してくるので 2.45 まで上がった金利が 2.35 の方にこう逆に上からこう再押しして同じところになってくるはず、うん、っていうことで、うん、今回は引き下げをしたんだと思います。うーん、でちょっと、はい、その利下げではないということなんですけども、はい、ちょっとですねここの、最後の方のスプレッドのイールドカーブの表があるんですけど、はい、ちょっと見てもらいたいんですけど、はい、これです、はい、で実はマーケット3月の22日に3ヶ月ものの金利が10年債の金利を上回ってしまったといって、うん、もうこれは景気後退で大変だと大騒ぎしたことがあったんですね、はいはい、それ3月22日このゼロっていうところなんですけど、はい、が22日とですけども大騒ぎしたんですけども1週間後の3月29日の金曜日にはまたこう逆転してるんですよ、はい、だからたった1週間だけのこの、はい、ところでもうマーケットはもう天と地がひっくり返ったぐらいに大騒ぎして大変だ大変だって騒いじゃったんです、うん、はい、結構注目されている方が多いですよね。ものすごい注目されてます、はい、で3ヶ月ものの金利が10年債を上回ってしまって、うん、10年債が下がってしまったんで、うん、これはまずいまずいっていう話になっちゃったんですけれども、うん、結局1週間だけの大騒ぎで終わってしまった、うん、でおそらく FRB はこういうものを正常なところにこうスプレッドを戻していきたい、うん、でもう1枚手前見てもらうと分かるんですけど、はい、もう一つ伝統的な2年債と10年債のイールドスプレッドってあるんですけれどもこちらも基本的には引き上げていきたいっていう方向なんですね、はい、で今まで昨年 10ベースを割り込んで9ベースぐらいまで縮まってしまったんですけれども、うん、今もう20ベースぐらいまで戻ってるんですね、うんうんうん、でこういうようなやっぱりいい動きになってきてるので、うん、今年はすごく金利のこの差だとか金利の動向っていうのが重要で、アメリカは FRB はおそらくこの金利の差をこうだんだん広げていきたいと、そして金融機関の収益をきちんと取れるようにして金融のマーケットを正常化にそっちの方でしていきたいっていうその意思表示なんじゃないかなというふうに思います、うん、はい、またその相関関係っていうのは引き続き注目していた方がいいですよね、多分常に見ていかないといけないし、はい、でまあ、10年債の利回りが5月 の、 その1日から今までですね、はい、2.46 まで下がって、うん、2.57 まで今も上がってますけども、うん、10ベース戻してるんですね、はい、だから10年債の利回りがやっぱりこう底を打って徐々に上がっていく可能性が出てきて、うん、そういう意味では利下げはないかもしれないでしょうけども、短期の金利がなるべく上がらないようにして長期の金利と短期の金利を上げていくと、そうするとマーケットが正常化して
株も上がっていくでしょうし、うん、要するにもう量的緩和をまた、いや量的緩和じゃない、量的タイトニングっていうんですね、うんうん、QT っていうのを呼んでますけど、はい、それをもうやめてしまうわけですから、アメリカは、うんうん、そうすると株の市場の方にお金がどんどんどん流れていってもバブルになっても問題ないっていう、そういう政策に今なっているので、うん、その意味では明るい 株だとかにとっては明るいんじゃないかなという、うん、そんなふうに思ってます。なるほど、はい、長期的に見てドル円ユーロの見通しをお聞きしたいですという質問をいただいているんですが、はい、ドル円ですね、はい、ちょっとチャートの方に戻ってもらいたいと思うんですけども、はい、基本的にはフラッシュクラッシュがあったんで、はい、ちょっとマーケット死んじゃってるんですね、うん、死んじゃってるんですけれども、基本的にはこう下さえビットがどん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 切り上がってきてるので、今月足の方を見てもらってますけれども、月足も今一目の雲を抜けてきてるんですよ、はい、動いてないですけれども一目の雲のところをきちんと抜けてきていて、一目の雲の上下が今110の70ぐらいですね、うん、だからそこのところがサポートになって、ここからこうだん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 戻っていく感じのイメージですね、はいはい、であとはとにかくドル円に関しては需給関係がもう常にタイトなんですね、はい、で、なんでタイトかというと、ドル円を買わなきゃいけない人たちが常にいるっていう、そういうその需給関係がおそらく皆さんが考えている以上にすごく強いじゃないかと思ってます、うん、で例えば M&A だとか、日本の企業がアメリカの企業を買うとか外国の企業を買った M&A の円売りっていうのがもう聞いてないところでもどん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 実はあるんですよ、うん、新聞で出るような大きなものは当然分かりますけれども、はい、新聞に出てないようなその円売りの M&A があるの需要っていうのは実はものすごくあって、うん、常にドルを買わなきゃいけない、うん、で年金の人たちも常にドルを買わなきゃいけない、で生命保険とかの機関投資家もこの前新しい今年のですね出ましたけども、はい、運用してましたけども、ね、基本的にはオープンでやるって言ったんですよね、うん、日本生命なんかももうオープン増やすよと、はい、でヘッジ率も減らして下げていくよと、うん、どん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 ドル買ってきますよっていう今方針なわけですよ、はい、だそしたらその何かってこう売るか下がるかもしれませんけども、必ずそういう人たちが待っているっていう、うん、そういう多分マーケットになってくるんじゃないかなと思いますね、はい、はい。ユーロの方はいかがでしょうか。ユーロはですね、はい、だからそういう意味ではドル高になってくると思うので、うん、ユーロは基本的には、今回こそは抜けるんじゃないかなと思います、はい、下抜けを、はい、であとオージーが実はちょっと、はい、かなり際どいところに来てるんですけど、うん、オージーの出してもらっていいですか、はい、オージーですね実は、はい、ずっと抜けてないところがあって、このフラッシュクラッシュの時の安値はちょっとこれも事故だと思ってもらっていいと思うので、はい、実はマーケットはこのフラッシュクラッシュ前の1月2日の安値が 0.6932 なんですね、うん、実はでここを多分サポートとしてかなり意識していて、はい、実は今日ですね 0.6983 とかかな、うん、なんかギリギリのところまで行ったんですけど、実はここのところはまだ抜けてないんですね、うん、だからそこのところ を抜けるとかなり面白いかなと、はい、だから 0.6980 とか、はい、0.6970 とか抜けてくるとちょっとこう下サイドやる可能性が、うん、で来週のその RBA の利下げなんかもしやるんであれば面白いかなというふうには思ってますけど、そこが目処になっているということですね、はいはいはい、今まさに今切れるか切れないかっていう、今日アジア時間で切れそうだったんですけどちょっと切れなかったですけど、はい、うんうん、まあ、ゴールデンウィーク明けを期待したいところですかね、に、まあ、期待というか、まあ、注意ですね、はい、注意ですね、はい、オージー円はだからその上がらなくなっちゃうんで、はい、そうすると、はいはい、だ対円というよりは対ドルで見ていった方が、はい、まあ、今年は面白いかもしれないですけどね、うん、はい、そしてニュージーランドドルのチャート、ニュージーランドもはですね、はい、もう実は CPI の時にここですね、一目雲のところ抜けてますけど、これ実際 CPI 出た時なんですよ、はい、でもここでもうわーっと抜けてしまって利下げっていう方向性にもう行っちゃってるんですね、はい、基本的には、うんうんうん、だからチャート的にはOGの方がまだ若いというか、はい、まだ抜けるか抜けないかってやってるところなの でしかもマーケットの予想も市場予想もまだ50-50で、表面的にはまだ
据え置きになっているので、はい、サプライズということであれば王子の方がサプライズになる可能性が高いですね。なるほど、はい、はい、というわけでいろいろとお話を伺ってい、はい、来たんですけれども、はい、最後にですね、トレード のコツといったところをですね、ぜひ伺いたいんですが、外為情報ナビの中でトップトレーダーに聞くっていうコーナーがありまして、はい、私も愛読しているんですけれども、その中でですね、レインボーさんという方が1億円トレーダーの方なんですけれども、アスリートとトレーダーが似ているというふうにおっしゃっていて、とても印象的だったんですね。で、和田さんは陸上界でも大変有名な方でいらっしゃいますが、はい、お恥ずかしいところですけど、未だに記録、いや、もう破られてますか、はい。その陸上がそのトレードに与えた影響みたいなものってやはりあるんでしょうか。やっぱりその忍耐強いとか、はい、こう叩かれても叩かれてもこうくじけないとか、そういう面でも、まあ別に陸上だけじゃなくて、はい、大会系のそういう辛抱強さとか忍耐強さっていうのはあると思いますし、うん、はい、あとここっていう時の瞬発力だとか、判断力の速さとか、はい、そういうところはですね、やっぱり培われたものだと思いますけどね。うん、ただそのアスリートというよりはやっぱりこの、まあ、忍耐強さということにも関係すると思うんですけれども、はい、基本的には私相場っていうのは心理戦だと思ってるんで、やっぱり心理学だとか、はい、その人間の欲望だとか、はい、そういうことをいかにコントロールできるかっていうところが、最終的に儲かるか儲からないかっていうところだと思います。博打のようになんか大金をバッと積み込んでたまたま儲かったりとか、はい、たまたまやられるっていうことはあるかもしれないですけど、はい、そうではなくて長い間ずっとこうきちんと儲けを残していけるかどうかっていうことで考えると、そのやっぱり制御できるかっていうことですよね。そしてマーケットのその心理を読みつつ、マーケットがどういう心理状況にあって、はい、そこの裏を書いて自分は、はい、例えばマーケットここ抜けたら投げなきゃいけないっていうマーケットが今ビクビクしてるんだと、でそこ投げたところを拾えばいいじゃないかとっていうような、やっぱりこう客観的にマーケットの心理状況を見られると。ただ自分がでもポジションを持ってしまうと、はい、実はですね、その客観で見れなくなるんですよ。逆に読まれる側の心理状態になって、はい、例えばドルが上がると思いました、はい、でじゃあ自分はドルが上がる何らかの理由があって買ってるわけですよね、ですけれども下がってきてしまいます。いや、これは違うと、これは俺は間違ってないよ、マーケット間違ってるなんてどうしても思うわけです、はい、で俺は絶対やられないよと、で本当は50銭下で最初は損切りをしようと思ってたのに、50銭が近づいてくると、いやちょっと待ってよと、まだ大丈夫だって言って、ストップロスをさ取り下げちゃったりオフしちゃったりするんですね、実は、はい、人間はその損をするのが嫌なので、はい、どうしても、ですけども、そこのところで最初に決めたところで例えばストップロスをその外してしまったがゆえに、その2倍も3倍も実はやられてしまって、もう取引できなくなってしまうということはすごくあるんですね。下がったらもっと下がったところで別に買えばいいだけの話じゃないですか、はい、だけどそういう簡単なことなんですけど、実際自分がドルを買ってしまうと、はい、もう見えなくなるんですよ。自分が正しいと思ってしまうので、本当は自分が間違ってるんですけども、マーケットが間違ってると思って、はい、その下がってる理由を探そうとしないし、それを下がってることが間違ってると思ってしまうから、どうしてもダメなんです、でもそれはもう自分の欲望との戦い、はい、お金を儲けたいとか、はい、まあ、別に何でもそうなんですけども、その人間としての欲をどこでコントロールして制御できてっていうことだと思います。メルトもいかに自分をこう制御できるかどうかってことなんです ね、 でもそこにかかってるってことですね。だ結局いろいろニュースを見たりだとか、はい、チャートを見たりとか、そういうのは誰でもするわけですよ、だこのチャート切れたところは買いだとか、ここっていうのは誰でも分かるんですけど、はい、じゃあなんでみんな儲からないのかっていうと、やっぱりそういうところですね、そうするとその心理学の勉強というか、メンタルを鍛えるっていうことが、心理学の勉強だし、はい、メンタルを鍛える、あとパチンコとか、はい、自分でやってみて、はい、1万円しか使わないって決めてやって、本当に1万円
損して帰ってこれるかとか、うん、例えばですよ、はい、またつぎ込んでしまわないで、はい、そうですなるほど、はい、もう訓練だと思ってやってみるとかですね、はいはい、本当に実際自分が1万円とか10万円損をしてもそこでやめることができるかっていう、身近なことですけども、はい、まあ、そういうことにもつながってくるんだと思います。なるほど、はい、そういう意味ではそのトレード力を上げるために、うん、スポーツに打ち込むっていうことも大事な一つかもしれないですね。そのアスリートと同じという意味では、あ、そういう、はい、まあ、精神的なものを鍛えるっていう意味ですね、はい、はいはい、と思います。ありました、今日は多岐にわたるお話をいただきまして本当にありがとうございました。はい、というわけで、はい、ちょっとねドル円も下がってきましたし、はい、やっぱりアメリカの10年債の利回りがちょっと下がってきましたんで、うん、はい、ちょっとドル円もまた発表前の水準を下回ってきてるって感じですかね。うん、まあでもほとんど動いてないですけどね、まあ、そうね、そうですね、うん、まあ、ゴールデンウィーク明けに期待したいところです ね、まあ、その前にね、まあ、今日もまたこの後もいろいろイベントがありますから、はい、そちらもぜひ、はい、そうですね、はい、わかりました、ではですね、最後にガイタメ .com からのお知らせとお待ちかねのプレゼントのご案内をさせていただきます。まずはじめにガイタメ情報ナビの人気記事をご紹介。好評トップトレーダーに聞くでは、年間収支180万円の主婦横地さんや、年間収支1億円以上の専業トレーダー、近藤 FX さんの記事が公開されています。他では聞けないお話も盛りだくさんですので、ぜひアクセスされてみてください。そしてガイタメ .com は取引ツールナンバーワンを目指して意欲的にシステム改修を行っております。4月の改修でチャートの4本値がボックス表示できるようになりました。4本値の表示、オン・オフ・非表示も簡単に行いますので、ぜひ皆さんの目でお確かめください。そして最後にお待ちかねプレゼントのご案内です。 Amazon ギフト券1000円分を抽選で3名様にプレゼントしています。メールの件名に5月3日セミナー、キーワードに次回は6月7日とご記入いただきまして、お名前、郵便番号、ご住所、キーワード、ご感想などをご記入の上、 gtv@gaitame.com までお送りください。なお締め切りは本日24時までとなっております。当選は発送をもって返させていただきます。皆様ぜひご応募ください。ということで和田さん、かなさん、今日もどうもありがとうございました。次回は6月7日です。どうぞご参加ください。それではまたお会いしましょう。良い週末を。